Hello, Tales of Fun. How's going? 皆さん、こんにちは。バンダイナムコゲームズのババです。いつもの Tales of シリーズを作っております。今日はですね、私が毎日働いているオフィスで、コミュニティからなんかたくさんのね、質問が来たということで、ちょっとすごい驚いてるんですけども、どんな質問が実際に来ているのか、質問をいただきながら、お答えしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。そうですね。特に、ヨーロッパのフランスの方であるとか、まあ、ドイツの方、特にヨーロッパ地域は、日本の文化に対してものすごく興味を強く持たれている方が多いと思います。中にはですね、日本独自の文化であるアニメといったり、コミックといったものに対しての、面白さ、楽しみ方っていうところを非常に多くの方が楽しまれてるんじゃないかなっていったところで、なんだろう、東洋っていう文化の中でも、やっぱり漫画とかアニメといったところ、ちょっとやっぱり異質なね、部分があるんですけども、それがゆえに何か欧州の方々に、日常ではね、なかなか触れないそういった文化っていうのを、なんか興味深さから始まり、実際にこう遊んでみたり、読んでみると、あ、奥深いんだっていうのをね、知ってもらって、いろんな多くの方がこう楽しんでいただけているんじゃないかなって、感じてます。で、こちらがね、ファミ通さんだったかな、こちらの方で、作った、ポスターですね。の色香ですね。これはサンプルです。で、ここら辺は、なんだろう、販促物。要は宣伝用に、日本で使うポップとか、そういったものです。そうですね、この質問は、もう単純明快なんですけども、基本的に Tales of シリーズは、日本人が作る RPG の良さといったものを大前提に作ってますので、そういった意味では我々ができる技術力、表現といったものを、最大限に、研ぎ澄ましていきたいなと思ってます。ですので、例えば写実的なよりリアルな表現の、ものを作っていこうという思考は、現在、ないですね。面白いですね。なんか面白い質問ですけど、基本的に我々作品として一つ一つも作り上げて、世の中に発売したものっていうのは、すべて、我々の中で、完成して作り上げたものだっていう認識でいますので、そういった意味では、一つ一つの製品が、可愛いですし、それに対して、出さなきゃよかったっていう、後悔の念っていうのは、基本的にないですね。そうですね。まず、仕事がゲーム作りと言っただけであって、やっぱりその、社会人、まあ、大人、どんどんね、やっぱり人間として仕事を通じて、いろんな経験をしていくっていうのがまず一番大きいんじゃないかなって思います。それが例えばゲームじゃなくても同じことだと思うんですよね。そういった意味で、まあ、たまたま私の場合は、チームのみんなと、ゲームを作る。それによって、例えばゲームの技術であるとか、表現であるとか、様々なね、ことへの、進化であったりとか、スキルがアップしていくっていうのはありますけど、でも根底にあるのはやっぱり人間として、どんどん成長していきたいなっていう思いがありますね。これは一番初めに、それぞれどんな思いを描きたいのかっていうのを、こう、持ち寄って話したりする場合もありますし、あとはこう、なんだろう、こんな方向の、こんなテーマの物語を描きたいっていう、なんか漠然としたことを一番初めに伝えて、それをこうみんなで、こう研ぎ澄まして揉んでいったりとか、いろんな形がありますね。ただこう、アイデアっていうのは、やっぱりこう、心の中から生まれてくるものなので、そうですね。難しい部分ではあるんですけども、決してやっぱり世の中にある似たような、物語であるとか、キャラクターであったりとかっていうふうには、なるべくしたくはないので、どうでしょうね。やっぱりちょっと結構時間がかかるんですけども、いろいろとこう、心の中にあるものをこう、いろいろとこう、探り探り作っていく形になりますかね。あと、これはですね、実は日本のね、ユーザーから、
エクシリアのミラを描きましたって言ってね、送ってくれた、こういったイラストであるとか、さらにはですね、去年の、ジャパンエクスポにね、行った時に、サイン会やったんですけども、その時にね、ちょっとね、折れちゃいましたけど、ファンの方がね、柔道をね、描いてくれたんですよ。嬉しいですよね。こういった形でね、貼って、いつもね、見てます。とね、こういう風になんか書いていただけるとね、やっぱりなんか多くの方が海外でもね、テゾブシリーズ、楽しんでくれてるんだなっていうのを感じますので、我々ももっともっと頑張っていきたいなと思います。そうですね、歴代のテイルズ・オブ・シリーズでもそういった、例えばシリアスシーンを描きつつ、ちょっとね、あのパーティーメンバーの中でこうムードメーカー的なキャラクターがちょっとそのね、シリアスな雰囲気を直すとかっていうのはまあ結構ありますね。ただまあやっぱり根底として、あの物語の中でこうシリアスに描く部分っていうのはシリアスに描いてますし、こうちょっとお笑いをね、ちょっとニコってするような、ちょっと掛け合いとかもいろいろと入れてますので、まあ、結構多いんですけども、まあ、一概にそうですね、それを狙ってってわけじゃないんですけどね、やっぱり知りやすすぎると物語が重くなっていっちゃいますので、なんだろう、さじ加減というか演出の味付けっていうのは、結構やってます。